こんばんは、深夜です。もう飲んでます。無表情で食らうです。で、今日は、セブンイレブンで買った、ほのかなコーンの甘み、コールスロー、1日分の3分の1の野菜の、これね、洗わずそのまま食べられるを、こうして、ボロボロ下にこぼしながらお皿に盛りました。で、これに、うま塩キャベツの素をかけます。2個ついてるんですけど、1個だけ使う。明日でも使おうかな。メロン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 。食べましょう。お、なんか目の下が影か。うん。うまいな。ちょっと上12月の営業は、もう本当に忙しいんですよ。で、まあ今、3日ですけど、ずっと予約入ってます。9日ぐらいまで予約が入ってまして。ありがたいことです。で、後半も、もう、忙しいの確定してます。だから、こういった YouTube 動画も短くなります。本当はこう、休んでもいいんですけど、なんかね、これをやることで僕もなんか楽しくてやりがいがあるんでやるんですよね。で、特にクリスマスイブは土曜日じゃないですか。で、大晦日も土曜日なんですよね。で、新年は、明けて新年は日曜日で、イブが土曜日だからクリスマスも日曜です。で、その辺がおそらく忙しさのピークになって、なるんですけど、うちの店ではイタリアンなんで、ハムの盛り合わせっていうのをクリスマスパーティー用とおせち用に、大々的に、お客さんから予約を受け、注文を受けるんですよ。で、クリスマス前後と大晦日、年末年始前後は、ものすごい忙しいんですよね。でも、そんな中、とある女の刑事さんが、まあ別にその刑事さんっていうことでネタはないんですけど、まあその人が刑事の仕事をしてる女の方なんで、女の刑事さんなんですけど、が、クリスマスに、宴会の予約を入れてきたんですよ。で、もうクリスマスっていうのは、ハムの盛り合わせがものすごい忙しい時で、注文の、もう朝の5時半から店に入って、ハムとかチーズを切って、盛り付けするんですけど、だから、来店のお客様は受けないことにしてるんですよね。でも、25日に宴会予約が入りました。で、その女刑事さんからの LINE が来ますよね。となると、まずなんか、1行目か2行目だけが出てくるじゃないですか。すいませんが、12月25日、宴会の予約をしたいんですけどって、1行目、2行目に書いて、僕のところに送ってくるわけですよ。で、僕は、12月25日だったら断るしかないなと思って、でも一応その来た LINE をクリックします。そしたら12月25日、何人で予約をしたいんですが、よろしいでしょうかって書いてあって、まあ断る流れにしようかなと思ったんですけど、その後に、あともう一人、3歳の女の子も一緒ですって書いてあったんですよ。だったらもうその注文は、受けざるを得ないんですね。あ、ごめん、キャベツ飛んじゃった。だからその12月25日は、僕はその3歳の女の子のために、朝5時半から夜の宴会、頑張ります。可愛い子だといいんですけどね。でも、3歳ぐらいだと、ちっこくて、みんな可愛いんですよ。それもう一つ。今日お客さんの、サッカーコーチをしてる、遠藤さんと話をしてたんですよ。どういう話かっていうと、まあ、
いいのか悪いのかわからないっていう話をしてたんですよ。それは僕がまだ大学を卒業したぐらいの頃の年の話です。だから25、6の話です。いや嘘、本当は僕大学に7、8年いたんで、もっともっと27、8の頃かもしれません、うん、間にその休学してニュージーランドに1年行った時とかあったんで、うん、ちょっと卒業が遅くなりました。八王子駅のロータリーを歩いてたんですよ。そしたら1歳半くらいの男の子を連れた母親がいたんですけど、その男の子が不意に、子供っていうのは不意に動き出すではないですか。で、ロータリーの車が行き交う方に男の子が走り出てしまったんですよ。で、それをお母さんが慌てて止めたんですよ。で、止めて、まあおそらく今までのしつけとかなんかの鬱憤が溜まってたんでしょうね。男の子をものすごく叱ったんですよ。そしたら、その叱ってるのを見た近くを通り過ぎた初老の男性が、そのお母さんに、そこまで怒る必要ないでしょうとか言って、そのお母さんに叱ったんですよ。そしたらそのお母さんが逆ギレして、あなたに何がわかるって言うんですか、あなたはこの子の一生の責任を取ってくれるんですかって言ったんですよ。そしたらその初老のおじいさんは、だからといってそこまで怒る必要はないでしょうとかなんか言って、まあ、子供をほっといて、お母さんとその見知らぬ初老の男性が言い合いしてるんですね。で、僕はそこの近くを通って、ああ、もうどっちが正しいのかわかんないなと思ったんですよね。お母さんの方もお母さんの方で、やっぱほんと子供のことを考えてるからこそ、まあ車に轢かれたらもう取り返しつかないですからね。それで、まあ怒ったわけですよ。でもその怒ってる様を見たら、初老の男性は、そこまで怒る必要はないんじゃないかって言って、お母さんに意見をしたわけですよ。でもお母さんとしては、そんな赤の他人で今までの流れを知らない初老の男性にそんなこと言われたくないわけですよ。でも、初老の男性は、ちょっと、部外者としてでも、ちょっと見過ごせないなと思ったって意見をしたわけですよ。でもどっちも噛み合わなくて、だからどっちも正しいけど、どっちもちょっと、至らない点もあって、もう何が世の中で正しいのか、悪いのか、僕はなんか、その、八王子の近くを、駅の近くを歩いただけで、こう、世の中の割り切れない問題っていうのを垣間見せられましたね。で、なんでお前は、そんな八王子にいたんだって、いうかも、思う方も多いと思うんですけど、僕は、多分、ピンサロに行ってたのかもしれません。で、当時、八王子には、ナイスアメリカっていう、ピンサロがあったんですよ。で、ピンサロ城の名前が、なぜか、みんな、アメリカの州の名前だったんですよ。ニューヨークちゃんとかサンフランシスコちゃんとかフロリダちゃんとか LA ちゃんとかいるわけですね。で、僕の相手をしてくれた人は、なぜか、ノースダコタちゃんだったんですよ。で、僕はその女の子に、あ、いや、可愛いですよ、その女の子はね。で、その女の子は、に、僕は、なんでノースダコタなのって聞いたら、なんかメジャーなアメリカの州は全部取られてて、私が入った時は、ミネソタとノースダコタちゃんしかなかったって言うんですよね。うん。でもまあ僕としてはそれを聞きながら、じゃあなんでミネソタを選ばないで、ノースダコタを選んだのかなって思って、ノースダコタって長いじゃないですか。ミネソタちゃんの方が余分には、なんか、ね、キレがいいですよね。前にこんな結構面白い話をしてるんですけど、閲覧数にムラがあるんですよね。何が受けて、何がダメなのか、ちょっとわかんないですよ、僕には。なんか全然これは期待してなかったのが、やたらと閲覧数が高いし。で、こっちが渾身の話だなと思って、送り届ける話が全然ダメだったりするんですよね。で、なんかしない、こう話してるうちにも、もうすぐ14分になろうとしてるんで、この辺でやめたいと思います。キャベツは至って美味しいです。確かにこの、うま塩キャベツの素は、美味しいです。味気ないただの、キャベツが、なんか極上のつまみになります。はっきり言って、この今まで自分の顔こんなずっと見たことないんですよ。この YouTube を始めてから、その動画を撮る中で自分の顔を撮るのを余儀なくされてます。ほんとその日の疲れやお酒や、なんていうかな、精神的な利害関係とか、いろんなことをひっくるめて、顔っていうのは
毎日違います。刻一刻で違います。なんかいいこと言いつつ、今日はお酒を最後に飲んで終わろうと思います。キャベツ入ってます。リスが食べたものをほっぺに溜めとくように、今キャベツが、噛み切れないキャベツが、奥歯のところに溜まってます。あ、もう長くなっちゃうんで終わります。